ファイティングネクサスボリューム11トリプルメインイベント第3試合。このネクサスこそ今の自分にとっての大事なホームリング。輝きを取り戻した百戦錬磨のベテラン草野哲也。かつては東洋の神秘と呼ばれたプロレスラー、グレート歌舞伎に弟子入り。その後は単身ブラジルに渡り柔術を習得。さらにゼストの舞台において主力選手として活躍した。その後一旦区切りをつけたかに見えた草野の格闘技人生。しかしこのファイティングネクサスと交わることで彼の闘志に再びの火がついた。復帰からは順当勝ちの2連勝。その変わらぬ強さをアピールしている。常にチャレンジっていうのを復帰した時からずっと言ってたんで、そういう舞台がまた来たなっていうのがあります。そして今草野は若手を導く存在、ひいてはその高き壁になることを彼ならではの独特な言い回しで公言する。特に意識はしてないんですけどね、ただネクサスのエースって言ってる人がいっぱいいるんで、空いてる枠を考えたらネクサスのおっさんだなと思って、僕はネクサスずっと上がってる人から見たら横から入ってきた人間なんで、そんなことも言えないんですけど、なんかもっとアピールしていいと思うんですよね。下の選手たちがやらしてくれやらしてくれってバンバン言っていいと思うんですよ。それだとみんなも盛り上がるし、応援する人もすごい応援してくれるだろうし、とてもネクサスのスタイルは僕はいいと思います。はい、そんな草野に今回用意されたのは韓国の若き実力者キム・ソンミン。中村ジュニア、タイガー・イシイラ、日本トップレベルの選手たちでもなかなか結果を出せない韓国トップ FC が自信を持って送り込む新たな刺客。果たしてベテラン草野は今回の試合をどう戦うのか。まあ、勢いがあるっていうのは分かってるんで、まあ、それに飲まれないように、まあ、自分のやることをやるだけですね。勝って万歳が一番いいんですけど、結果よりもちゃんと自分で納得した内容を、納得した試合をしたいですね、ちゃんと。はい、大人の受け答えで余裕のコメントを出した草野。今回の試合に勝てばトップ FC への出場権も獲得できる。自身が納得した戦いを貫き、その上で完全な勝利を誓う。海外で試合はしてみたいですね、特に総合で。あんなでかいイベントって、ね、やったことないので、自分は経験したいですね。僕もやっぱ負けたくないんで、諦めない気持ちを見ていただければいいと思います。頼れるファイティングネクサスの兄貴、自らのさらなる進化を信じた国際戦へ出陣。勝利の先にあるトップ FC への出場権をつかみ取れ。トリプルメインイベント第3試合、株式会社ジョイプロジェクションプレゼンツロードトゥートップ FC バンタム級5分2ラウンド延長1ラウンド、草野哲也 VS キム・ソンミン。